約9000万円であることを明らかにしました。エボン社長はグローバル企業の CEO の平均報酬額はおよそ11億8000万円、私の報酬は高額ではないと理解を求めたということです。はい、今日はこの他にバーベキューです。翌日、日向入れると1億円以上6人という記録、それから先週の読売新聞は、ソニーのストリーラー会長の報酬4億1000万円と伝えていまして、まあ、かつての役員報酬についての記事と話しもします。